こう。マントが長くなった。審判の時は来た。さすがウラルの銀狼、動きに無駄がなく頭の回転も速い。大変勉強になりました。ですが殺し屋の後輩として少しアドバイスをお話ししてもよろしいでしょうか。アドバイスですか。言ってみてください。ブローニャさんの戦い方は確かに敵を仕留められますが、少し優雅さが足りないと思いまして。戦場で最も大事なのは目標を殲滅することです。余計なことを気にすると任務自体に予測不可能な影響を与えてしまうかもしれません。ええ、ブローニャさんの言う通りです。しかし少し花を添えれば今後の任務にも役立つかもしれませんよ。雇用主が仕事ぶりを褒めてくれるとかですか。それもメリットではありますが、芸術というものには他人との間に現実を超えた信頼関係を築いてくれる可能性があるということを私は言いたいのです。そうですね、目で見たものこそ真実。よろしければ私が見本をお見せしましょう。先生が助けてあげましょう。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？掃除が終わりました。いかがでしょうか、ブローニャさん。何か不足な点がありましたらぜひ教えてください。リタはどうして夫側にいるんですか。私が天命の S 級バルキリーで、オットー様が天命の大主教様だからです。それを聞いているわけではないことは存じております。デュランダル様も私も選択しなければならない時に自分の立場に基づいて選択をしたまでです。その中で
ブローニャさんたちを傷つけてしまったこともあるかと思います。私たちは当時自身の認識を超え完璧な選択ができていたとは限りませんから。じゃあ聞き方を変えます。デュランダルさんはあなたにとって上官ですか、それとも仲間ですか？一生のお付き合いをしてもいいと思える友人です。ではオットーは？天命のまだ辞任していない大主教様です。彼の命令に従うことがバルキリーとしての責任です。もし将来デュランダルさんとオットーの意見が分かれたらどうしますか？お許しください、ブローニャさん。今の私の立場ではその答えを言葉にすることはできません。ですがこう考えてください。私とブローニャさんの似ているところはブローニャさんが思っているよりもずっと多いかもしれません。どういう意味ですか？一生お付き合いしてもいい友人の中に可愛らしいけどつい心配してしまう相手がいるということです。デュランダル様は真面目で話し方は容赦がありませんし接しづらいところもあるように見えますが、時々普通の女の子のように不器用で、というより素直なのに素直じゃないところが可愛らしいのです。ですのでブローニャさん、そういう時私たちは自分の心のままに行動するのではないかと、私はそう思っております。あなたの伝えたいことが分かったかもしれません。それならよかったです。私たちの過去には摩擦や不快などがありましたが、テレサ様が主教になった後は皆様と仲良くしていきたいと思っております。少し時間がかかりそうですが、ブローニャもそうなるように願っています。では友情を育むべくまずは崩壊獣を一緒に倒しませんか？いいですよ、ブローニャについてこられるのなら。最善を尽くします。先生が助けてあげましょう。どうしたんだ？